はい、それでは30分取るそうですので、4時5分の出発でお願いします。なんかすごいね、あの普通餃子が売ってるじゃないですか。15センチの巨大餃子、そんなものなんですかね。はい、地元市民でもよく分かってないということなんですけどね。おいしそのことね、普通餃子を土産に買っていこうかななんて思ったりもするぐらいなんですけども、とりあえずまあコーヒーの方へ行こうということでした。あ、たぬきちゃんがね、いらっしゃいということで、このね、セブンイレブンさんのコーヒーもいいんですけど ね、向こうにあるコーヒーコーナーで100円なんですね。でもう買って知れたら土山サービスで、ね、これ100円。レギュラーコーヒーにしようかな。これですね、レギュラーコーヒー、コップを入れるから、まずコップを入れて、今度コーヒーね、結構なんかしょっちゅう飲んでるような気がするんですけどね。なんか30分も時間があるとね、どうしたらいいかなと思って、バス行ってもね、結局エンジンかかった冷房かかった部屋でぼーっとしてるのも嫌なんでね、もう外にいようかなと思うんですけど、じゃあそこにいたらいたで排ガスがひどいし、じゃあ後ろのですね、裏の方が見えるあの山の方へちょっと登っていこうかなと思います。ちょっと天気が、微妙なんですね。これね、最大こういうね、公共施設は、最近禁煙になってるんですけれども、一部だけタバコは吸えるコーナーがあってね、喫煙コーナーなんかすごいことで人がタバコしてますけどね、あの近くはちょっと煙いので行きたくないんですけどね、ちょっとこの横にね、ようこそ市街へって書いてあるので、これはちょっとね、ダジャレなんじゃないかなと、思ったりもするわけですね。こんな感じで、ちょっとね、山を探索する感じができますね。ここからね、上下線の様子とかもね、眺めることができます。ちょっと雨が降ってるので足元が、あまり良くないんですけどね。さっきからこう山をね、歩いたりばっかりしてるんですけどね、もう本当石山寺さんもいいんですけどね、もうこのね、土山サービスエリアのウォーキングで良かったんじゃないかなと思いますね。どんどんこう歩いてこう結構楽しいんです。上の方にもね、ちょっとね、小さな山があったりとかしてね。でここからね、こう上下線がこう、ね、様子が分かるわけですね。こっちがね、いわゆる上り線ですね。東京方面に向かってくる、名古屋とかね、こっちがですね、名古屋の方から来て、草津とか、大阪の方に向かってくるわけですね。ね、犬の散歩している方もあるしね。はい、あそこに行き先間違いって書いてあるんですけどね。うっかりね、亀山西ジャンクションが通れないんで、今通れないっていうのは、伊勢方面からというか亀山方面から来て名古屋方面に通れないので、そこで、間違えて入ってきた車が、相互にで、ここで土山サービスエリアで、こう上り線下り線をこうやってきて、ここからね、そこで係員の人に話をすると、あ、そういう事情ですね、じゃあこっち通ってくださいということで、この裏の方を通って、向こう側のね、運転上り線の方へ、戻れるという、そういうシステムになっております。なかなかね、こんな感じで、こうデコボコになってます。これ多分ね、モトクロスとかやる人だったらな、多分楽しいと思うんですけど、まさかそんなの持ってくるわけにいかんので、でもね、自転車を積んできた人とかなんかね、これ結構楽しいんで、ここを走れるんじゃないかなと思うけど、自転車走ったらちょっとさすがに迷惑かな。これ小さい子供とかこうって危ないね。やっぱりね、この辺は雪国なんでね、こう除雪車とかがね、絶えずずっと、こう待機してる感じですね。さすがにこの季節はね、どうってことないと思いますけど、あ、これは木杭がこう残ってくるのちょっと危ないですよね。ちょっと危ないですよね。あ、ここ頂上ですね。見晴らしいですね。はい、うちが乗ってきたバスがこれですね。はい、このどっちかな、よくわかんないですけど、向こう側の方かな。あ、虹がかかってますね、うっすらとね、あそこにね。かかってます。スマホが通って、まあ、歩きコーヒーはね、ちょっと誰もいないなっていう人もいるんですけどね、人がいたらちょっとあまり良くないんですけどね。さすがにね、やっぱり土山だけにね、アイド土山雨が降るなんてよく言ったもんで、雨が降ってきました。さすがにちょっとね、もしみんながね、早く終わってバスに戻ったら早く出発するかわかんないんでね、戻ろうと思います。ちなみにね、ここのね、高速バスとかを、ね、利用する人のために、ね、あそこに、ね、駐車場があるんですよね。それでこの裏にも、ね、一般用の駐車場が少しあるんですけども、少し少ないので、あそこ満車の時は、ね、向こうの方へ止めて、ここへ来れば、我が家の応接前へやってこれるという感じですね。そんな、土山サービスエリアでございました。
願いします。でお日様が当たってね、あったかいですが、ちょっとね、バスの中が寒いぐらいだったんで、ちょうどいいですね。多分行きますとね、これも500になるんで、まだ影になるんですよね。まあさすがにやっぱりね、我が家のお手つまんないところなんで、お土産買いするところもなく、コーヒーだけね、買いました。どうもどうもありがとうございました。お気をつけてお願いします。ね、他の方が出られないので、さっき車が出ないと最後の最後でね、ちょっと、ズームズレになってしまいましたけどね、とか自分の車に乗り込みました。これでも真下の、仕事用のセッティングにもうそのままなってるんで、足場が中に入ってて大変なんですけどもね、これでまたね、ちょっと明日は確か岐阜県の方行かなきゃいけないんじゃなかったかな、自分の車乗りましたけどね、もう健康のウォーキングかなんかね、そういうようなタイトルだったと思うんですけどね、ちょっと行きたいのね、やっぱり、ね、バスとかね、あれで、ね、冷房とかでね、これ結構体に周りで不健康ですね。もう近場でね、ちょっとこうウォーキングするかね、なんかもう日常的に私は体動かしてるんでね、もう別に嫌っていう感じとね、やっぱりだったらもうこれ組合の事務所からね、ちょっと隣の組合の事務所まで歩くぐらいでいいんじゃないかなと思ったりするんですけどね、まあそれだとね、気分転換にならないんで、よくないのかな。このなんというかですね、この日 のしんどさ、翌日の仕事にね、差し支える感じがね、なんとも言えず毎年思うわけなんですけどもね、まあそんなこと言っていられないですね。普段体を動かしてない方はね、これで体を動かすきっかけになって健康に、なれる、そういうことだと思いますんでね、私はちょっと特例なんで、あまりね、参考にしたい方がいいかと思いますので、こんなところで、愚痴を言うのはやめにしてですね、今日は素敵な健康的な一日で、楽しかったですと、というわけでですね、組合事務所を後にしまして、ここからですね、土山サービスエリアのほぼ中間地点にあたるところにね、事務所がありますので、そこまで戻りたいと思います。なんかね、すごいね、こうロスをしてる感じですけれどもね、そんなこと言ってはいけません。